皆さんこんにちは、ビーレジェンドソメラです。本日はそんなバナナ風味、こちらのねレビューをやっていきたいと思います。そんなバナナ風味、私ソメダのお気に入りベスト3に入っているほどお気に入りのフレーバーとなっております。一体どんな味なのか早速レビューしていきましょう。ビーレジェンドプロテインの方ではお試しパックっていうサイズが展開されております。まあ、いきなりね1キロサイズ買って飲むのがね不安だなっていう方もおられるかと思います。そういった方はねこちらのお試しパックね購入していただいて、一度ねご自身で飲んでいただいて気に入っていただけるかどうか判断していただいて、1キロのパックの購入していただければと思います。でお試しパックね、これ以外の他にもね13種類のフレーバーの展開があります。一度ねそちら購入していただいて、まあ、13種類の中からね気に入っていただけるフレーバーを見つけていただいて、長くね愛飲していただければと思います。でこちらのね1キロパックのサイズをね購入していただくとね、こちらの赤い袋に入ったスプーンが付属してきます。パウダーをねすり切っていただくと約 30g 計量できる形になっております。でそちらのねパウダーを水に溶かして飲んでいただくとタンパク質が 20g 取れる設定になっております。ぜひねこちらのスプーンご活用ください。でこちらのねプロテインなんですけれども、お水の方 150ml から300ml でお召し上がりくださいって書いております。味のね好みがあるかと思いますんで、味がね濃い方が好きという方はね水の量を減らして飲んであげてください。飲んでみて味が濃いなって感じる方は水の量をね増やして飲んでいただければ薄く飲んでいただけます。ご自身の味の好みに合わせて水の量を調整していただければいいかと思います。で僕はね大体 200ml で飲むのが好みなんで、大体 200ml の水を入れています。本日はねこちらのねお試しパックの方から切って入れていきたいと思います。出張とかね外出先でね1キロパック持っていけないっていう方はね、こういうお試しパックを持ち運びに使っていただくのもいいかと思います。ぜひご活用ください。こちらのねお試しパックの方はもうハサミなどいらず手でね切れるようになっておりますんで、ご安心ください。それではパウダー入れていきましょう。パウダーはねこんな感じですね。ご覧いただけますか。バナナの方もあの通常のね白いパウダーとほぼ色は変わらない形ですね。あ、香りはねもう本当にねいいバナナの香りですね。でのシェイカーのね蓋の方をこちら逆に回していただいて、カチッという音が鳴ってからしっかり閉めてあげます。非常にね綺麗に溶けましたね。泡立ちもねダマもほとんど見られません。あの水に溶かすとねよりねバナナの非常にいい香りが漂っております。いただきます。そんなバナナ、濃厚バナナオレのようなね美味しい味ですね。まあ、水で飲んでも濃厚なねバナナオレのような感じで楽しんでいただけるんですけれども、牛乳で飲んでいただくとねより濃厚さが増してね、バナナシェイクのようなねよりね濃厚な味わいをね楽しんでいただけると思います。個人的にはねいろんな飲み方あるんですけど、激うまチョコとね半々に混ぜてチョコバナナにして飲むっていう方法もあるかと思いますし、最近ちょっと僕がハマってるのは朝にねバナナプロテインを入れて果物とミックスジュースにして飲むっていうのもね非常におすすめの飲み方になります。それではねこちらのそんなバナナ風味の味を星5段階で評価していきたいと思います。甘みに関しまして星4です。本当にね完熟のねバナナのね濃厚さがね見事に再現できてたかと思います。酸味に関しまして星0です。酸味に関しましてはねもうほとんど感じることがありませんでした。スッキリに関しましては星1つとなります。濃厚ねバナナラテのようなね味わいになっておりますんで、濃厚なね感じを楽しんでいただけるかと思います。クリーミーに関しまして星3となります。完熟バナナバナナの、ね、濃厚さを見事に再現できていたかと思います。甘みが4、酸味が0、スッキリが1、クリーミーが3、ぜひね商品選びの参考にしていただければと思います。そんなバナナ風味の栄養成分表示、1食あたり 29g あたりですね、エネルギーが 115.7kcal、 タンパク質が 20.5g、 脂質が 1.9g、 炭水化物が 4.2g、 食塩相当量 0.1g、 ビタミン C34.2mg、 ビタミン B6 が1mg となります。数あるねビールジェンドのねフレーバーの中でもね非常にね人気の高いフレーバーになって
ております。まあ、酸味系甘味系いろいろあるかと思うんですけれども、こちらのねバナナに関しましてはどちらかというと甘い部類にね入る商品かと思います。甘いプロテインのねフレーバーが好きなお客様にね気に入っていただけるフレーバーになってるんじゃないかと思います。まだね試したことがないというお客様はねぜひ一度お試しいただければと思います。こちらのね動画のね概要欄の方に商品ページに飛ぶ URL 貼り付けておきます。ぜひねそちらの方から飛んで商品購入してください。それではねまたね次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。